雪？どうなってんだ？今真夏だぞ。サミー、暖房もっと強くしてくれ。吸血鬼は寒暖差にも弱いデリケートな生き物だぞ。マヒル、ホットコーラ、あと窓閉めろ。あとホットカーペットか床暖房も。注文多いな、このニート吸血鬼。ま、雪のおかげで合法的引きこもり。引きこもりに合法も非合法もあるか。そうか、私の留守中にそんなことが。はい。お前がじいさんからリリーを受け継いでどれくらい経つかな。かなりリリーを使えるようになったんだな。でもダメでした。まだ僕は弱くて助けられたんです、三国に。言ったはずだ、あれのことは忘れなさいと。ミソノ、父さんはお前にヒーローになってほしくてサーバンプを持たせたわけじゃない。お前はこのアリスイン家の長男、すべてはお前の安全のためだ。誰かが事態を解決するまではうちにいなさい。父さん、でも。ここにいればお前は守られる。外は危険だ。今後一切他のイブとも関わってはいけない。頼むよミソノ、お前は父さんのたった一人の家族じゃないか。悪いなミソノ、今日はここまでだ。父さん、早く寝るんだよ。父さんは最後まで勝負をしてくれない。昔からいつもこうだ。父さんに勝てない？ミソノにまで本気かよ。父さんは大人げないな。でもお兄ちゃんはお父さんにも勝ってる。いいかミソノ、父さんに勝つにはコツがあってさ、それが分かると優位に立つのはそんな難しくない。それは、はあ、お兄ちゃんはすごい。ミソノ、今日はここまでだ。まだ途中。ダメ、もう寝る時間だぞ。結局僕は父さんにも三国にも一度も勝てていないんだ。美月、父さんは？お部屋でお仕事、今日も遅くまでかかりそうだと。そうか。ほらほら美月さん、旦那様のお食事はどうする予定なの？お声をかける時間は確認した？ハンカチは持った？ティッシュは？サブクラスの子がお腹を空かせて寝つけなかったら血をあげて。お願いね。はい。シロタか。もしもし。ああ、ミソノ、俺だけど、なんかおかしくないか？おかしい？何がだ？雪だよ、雪。ああ、異常気象らしいな。なあ、どう思う？いくら異常気象って言っても真夏に雪なんて。まさか吸血鬼絡みだと言いたいのか？わからないけど、鉄の家に集まれないかと思ってさ。わかった、僕もリリーとそっちへ。悪い、やっぱりダメだ。今少し面倒な状態で、しばらく家を出るなと言われてて。何かあったのか？父さんは僕までいなくなるんじゃないかって不安なんだ。え、なんだって？ごめん、よく聞こえなくて。シロタ、今はいけないが。見つからないように抜け出して合流するから少し待ってほしい。そっか、じゃあ待ってるからな。ああ、約束だ。ミソノ、なんかちょっと変だったな。雪降ってるし、めんどくせんじゃねえの？それはお前だろ。ミソノ、どこへ行くんです？東館へ、裏門の鍵を探しに行く。ついてくるなら静かにしろ。裏門？三国が昔よく裏門から抜け出していたのを思い出したんだ。三国の部屋に鍵があれば、僕も白田たちに合流できる。草がすごいな。
三国がいなくなってから誰もこっちへ来てないのか。僕もあれ以来初めて来る気が。 あれ以来ここで何があったんだっけ。おかしい。何か三国はなんでこの家を出たんだっけ。何してるの？誰？忘れていいようなものじゃなかったはずだ。ごめんなさい。